吉谷さん、前回はソフトバンクが4兆円以上の利益を上げてトヨタをしのいだわけなんですけども、今回トヨタが過去最高益だったですよね。しかし生産工程はバランバランでもうどうしようもなくなってるんですよ。納車ももう数年先みたいなことになったりとか、半導体が手に入らないっていう原因もあったりね、悲惨ですね。でね、トヨタがなんで最高益をマークしたかっていうと、売上が販売台数が上がったわけじゃないんですよ。実は販売台数は軒並み下がってるんですよ。ではなんで利益だけが上がったのかというと、円安だからですね。円安なんで輸入するときは外国のものって高いんですよ。高いから外国のものを仕入れてきて国内で消費するっていう形のビジネスは軒並みダウンして、食品なんてね、それこそ輸入して国民に売ってるわけですから、日本国民に。どれもこれも値上げしないといけなくって、油とか食品とかカップヌードルまで値上げしちゃって、なんかカップラーメンが200円以上になるらしいですね、ついに。コストアップインフレってやつです。でもトヨタってのは輸出企業ですから、いや輸入してる原材料もありますけども、やっぱこう販売して北米ですとかね、それから中国やアフリカに物をかなり売ってますからね、車を。そちらの方がどちらかというと在庫切れで予約だけ入れてるっていうね、だから売掛金がある状態なんですよね。そういうふうなことを考えると、今はその円安の効果で最高益がマークされてるというね。ここから言えるのは何かっていうと、実際に物が売れてなくても利益を取ることができるっていうふうな、その国際経済のね、歪みが生じてるってことなんですよ。だから今回トヨタは最高益でも全く喜べないっていうことになってるらしいです。もちろん昇給も起きません。歌方の利益なんですよ。帳面上の利益なんですよね。だから何とも言えないですよね。過去最高益でありながら部品不足で原価は急騰していて、でも先に手を打って買ったものに関しましてはその原価なんですけども、これから納品を迎える新しい契約の原価ですとかね、もう部品っていうのはもう高値、もう急騰しちゃって、とてもじゃないけど今までの価格では車は供給できないっていうことになっちゃうと、多分日本国内で車が、トヨタの車が新車で買える人はますます少なくなるでしょうね。深刻じゃないですか。なんかメイドインジャパンを日本人は買えないということが起きるわけですよ。これはかつて私が中学の頃にある一つのね、エピソードを聞いた時に同じようなことを思い出しましたね。確かね、大槻教授だったと思うんですけども、確かね、早稲田大学の大槻教授が中国に旅に行った時に、でっかい農場に新鮮な野菜がバーッとなってんのを見たんですよ。わあ、やっぱり中国ってのはすごい生産力だなと思って、そこで働いてる人一人の人をね、こう、まあ、捕まえて話をしたらしいんですよ。ね、ここにある野菜ってさ、美味しそうだよねって通訳を介して話したら、そこで働いてる人は、私たちは食べたことがないんで分かりませんって言うんですよ。で、そこからいろいろと聞いてみたら、そこでは自国民が生産するけども、作ったものは高すぎて、とてもじゃないけど自分たち作った人自身が買えないって言うんですよ。ですんで、こう家畜用に作られた、なんか半分捨てられたようなね、まあそういうふうな穀物をなんとか煮出して食べてるんだって言ってましたね。で、なんでそんなに高くて買えないぐらいになってるのって言ったら、もう輸出してそこで取り合いになっちゃってるから、とてもじゃないけども私たちに食べさせる部分はないらしいんだってからね。それと似たような現象が今起きつつあるのかなと。日本人でありながらトヨタの車はなかなか買えなくなってきて、これから格安のね、タダ自動車とか中国の自動車とかね、すごい安いですからね、中国やインドの自動車は。そういう風になっていくのかなとか思っちゃいましたね。だからますます私たちはその海外にお客さんを持つか、もしくは時代が変わって、昔売れてたものに依存するんではなくてね、新しいものを売っていかなくちゃいけないのかなと。私はこれをまとめてですね、こう思うんですよ。今日本の人っていうのは IT がものすごく苦手なんですよ。最もニーズがあるのは IT なのに、最も苦手なのが IT なんですよ。だからソフトウェアを、ソフトウェアに強くならないといけないかなっていうのが一つの IT の突破口であり、もう一つはコンテンツを作れるかどうかですよね。これが突破口になると思うんですよ。
この2ついずれもできない人は IT が、まあ、いわゆる IT 音痴って言ってすごく苦しい暮らしに向かっていくんだろうなと思いますね。だパソコンで収益を上げるなんて未だに特別なことみたいになってますけども、当たり前のことにしないといけないんですよね。これ30年前とか50年前日本人で工場勤務してるのが当たり前だったように、今は IT でパソコンで稼ぐのが当たり前みたいな時代にしないといけなかったんじゃないかなと思いながらの9時49分でございました。いってらっしゃい。